ホセマヌエルギーエンは、ドミニカ共和国産、クリストバル州出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。ウチ。1992年に、ドラフト外で、ピッツバーグパイレーツに入団。1997年開幕戦の4月1日に、メジャーデビューを果たした。143試合に出場して打率、267.14本塁が、70打点を記録し、 新人王の投票では7位に入る活躍。1999年シーズン途中の7月23日に、聖保守ジェイソン・ケンドールの怪我に伴いジョー・リバーとハンベルト・コタの2人の保守とのトレードで、タンパベイデビル・レイズへ移籍。2000年は2年ぶりにけた本塁打を記録した。2001年には、マイナーリーグの試合出場時にコロクバット仕様が発覚し、 10試合の出場停止処分を受けている。シーズン終了後の11月27日に解雇された。2001年12月18日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。2002年7月22日に解雇された。2002年7月29日に契約を結んだ。8月1日に試合に出場することなく解雇された。 2002年8月20日にシンシナティレッツと契約を結んだ。2003年はレッツで91試合に出場し、打率337.23本塁打を記録。2003年7月20日にプレイオフ出場を争っていたオークランドアスレチックスにアーロン・ハラングラ3対1のトレードで移籍。オフに FA となった。2003年12月19日に2年契約で、 アナハイムエンゼルスへ移籍。2004年は、自身初の100打点をマークするなど活躍を見せた。しかし、9月25日のアスレチックス戦でダイソーを送られたことを理由に、マイクソーシア監督を批判し、プレーオフではロースターから外された。2004年11月19日にマイサー・イズ・トリス、フアン・リベラとのトレードで、ワシントン・ナショナルズに移籍した。 シアトルマリナーズ時代2007年は、シアトルマリナーズと契約を結んだ。シーズン終了後、900万ドルの球団オプションを破棄されフリーエージェントとなった。2007年12月6日に3年総額3600万ドルでカンザスシティロイヤルズに移籍。2008年開幕から禁止薬物である人成長ホルモンの購入に関与していたことが発覚し、15日間の 出場停止処分を受けている。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。2010年8月5日に DF となった。2010年8月13日にサンフランシスコジャイアンツに後日指名選手とのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。オフの11月7日に FA となった。 メジャーリーグ騎士のトラブルメーカーとして知られ、しばしば首脳人と対立するため、遺跡が非常に多い選手である。ありがとうございます。